二重教爆弾事件とは、大正11年3月17日、大正天皇もしくは摂政宮に上層文を渡して、直訴する目的で皇居に二重橋から入り込もうとした、労働者、藤田と目次郎が、持っていた爆弾に火をつけて走り出し、詰め所の警官を振り切って、橋の上で爆死して自殺した事件である。単に二重教事件ともいう。3月17日午後1時過ぎ、 二重橋の外側を警備する警視庁の渡辺巡査が配管者の方にやってきた4、5台の自動車を制止しようとしたとき、配管者の列から一人の男が飛び出した。男は、直訴だ、直訴だと連呼して二重橋へ突進。警官を振り切って通用門から侵入しようとした。二重橋の内側は、この衛兵が警備するが、 ちょうど保証交代の時間で常番の3名とカバンの2名が集まっていて通用門が開けられたばかりであった。男は警官に追われながら橋を渡り帽子をかぶらず街灯を着てゴムの短靴を履いて手に茶筒のようなものを持ち懐からは煙が出ていた。男が手を振り回しながら危ない危ないと叫んでいるので星野上等兵はその右手に持っている茶筒のような ものが危険物かと思い、とっさに男を門内にいるまいと突き飛ばした。男は仰向けに倒れ、手に持っていた茶筒のようなものを投げ出した。この茶筒には上層文と写真などが入っていた。星野上等兵が門を閉めて鍵をかけようとした瞬間、大きな爆音がした。男が自ら点火した爆弾がこの時に、懐で爆発し、爆音と共に小僧を露出して、 自殺を遂げたのである。音に驚いた、星野上等兵が再び門を開けてみると、男は向かって、左側の中沢一等兵の背後の方に倒れて、死んでいた。石垣一杯に血が飛び散って、見るも無残のありさまであったという。爆死した、藤田留次郎犯人は、藤田留次郎という38歳の労働者で、遺書の中にあった、自身の記述によると、彼は、 明治40年に、滋賀県から大連に渡って、土木受け業を始めたが失敗。その後、大正4年に、神太をに渡って、雑貨商を始めるが、これも失敗。採取を残して、満州に渡り、本慶古炭鉱に行って働くが、これもうまくいかず、大正8年に今度は、カラフトに渡り、さらに、北海道を回って、年末に、内地へ帰った。事件前は、 東京に来て、浅草の活動写真の広告ビラ配りで生計を立てており、死亡時も江川大森館の広告ビラを所持していた。きちん宿を泊まり歩き、住所不定。神田の青年会館あたりの聖団演説をよく聞きに、出かけ、赤出す気をかけて民衆運動に参加したこともあり、大正10年の不戦運動時に、議員付近で予防検索されたことがあるが、本人は、 社会主義者でないと主張しており、2月頃、貴族院改革についての長い憲白書を郵送していた。爆弾自殺を遂げた時、茶筒には、上層文と5、6人で写した集団写真、肖像写真、はがき1枚があった。上層文は14箇条で、普通選挙や家族制度、貴族院、数密院等の改革を主張したものであった。警視庁によると、使用された爆弾は、 中国製の爆弾で威力も弱く鉱山用のものらしいとのことであった。自殺の動機は世論の考えとは異なり、政治的なものではなくただ華やかな自殺を遂げようという愚かな考えからの行為であったというのが当局の公式見解だった。墓所は東京都文京区の西新寺にあり、隣には安田全次郎を視察した朝日兵後の墓石がある。爆弾事件は 直ちに、高橋内閣に伝えられ、午後6時ごろ、院内大臣室において、臨時閣議が開かれた。岡岸次郎警視総監から、詳細な報告を受けて、高橋小歴与首相と、常並武次郎内務大臣を中心に協議した。高橋首相、常並内相、牧野信明区内大臣は、宮城に参伝して皇太子に報告し、常並内相はさらに、 早間御用邸の大正天皇にも報告した。18日、岡警視総監と担当閣僚である、常並内省は、午後5時に高橋首相に、身体がいを提出した。警視庁各部長も内省に、身体がいを提出した。しかし、前年11月4日に、原高志暗殺事件が起こったばかりであり、政局も混乱していたので、事態の沈静化を図った。 高橋内閣は、上下を一視した人間の行動として片付けて、辞任を認めず、6月の総辞職まで留任した。ありがとうございます。